はい、こんにちは、ペース。2023シリーズ2野手強さランキング、主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、山本選手、低弾道なのがきつい。第11位、川端選手、弾道は低弾道だが、特殊能力全部出れば結構打ちやすそう。第10位、佐藤選手、現状はそこまで強くないので、今後の能力アップに期待。第9位、柳町選手、同じくまだ若い選手なので、今後の能力アップに期待。第8位、宮瀬選手、弾道高弾道でパワー高いのはいいが、特殊能力超プルヒッターが少し使いづらい。第7位、森友哉選手、ついこの前ベストラインで出たが、キャッチャーでこの能力は現役最強格。第6位、小深田選手、弾道ラインドライブでユーティリティ性があるので、純正にはかなりおすすめ。第4位梶谷選手、同じく弾道ラインドライブでライト守備適正 B 可能なのでかなり使いやすそう。第4位高橋選手、現状もライドラ広角でめちゃくちゃ強いがミート A だった頃からの継承は NG。 第3位マルティネス選手、キャッチャーで高弾道超広角打法を持っている選手なのでキャッチャー補強したい右信者の方にはかなりおすすめ。第2位堂林選手、ステータスはそこまで高くないが弾道ラインドライブで超広角打法でユーティリティ性も結構あるのでマジで打ちやすい。第1位中村拓也選手、この年齢にしてステータスが上がり、さらに弾道アーティスト広角打法のマジな化け物。